こんにちは。今日私は新潟空港に来ています。ウィンドブレーカーがゴミ袋みたいですけど、それは気にしないでください。富士フィルムの超望遠レンズ XF7300 をお借りしたので、その試し撮りです。昼間はとても明るいので ND フィルターを使っていきます。丸見機構さんのバリアブル ND フィルター ND2.5 から500というものを使っています。ジンバルは、中国の自運車の WeBuild S というものを使っています。数年前は皆さんこぞってこれを使ってたんですけど、今はみんな DJI 使ってるんでしょうね、きっと。設置ができたら、ここからはバランス調整です。このようにね、超望遠レンズなので結構グラグラとしてしまうので、しっかりと調整していきたいと思います。しばらく使ってきたジンバルなので、ちょっと調整すればご覧の通りピタッといけるようになります。これは慣れですね。カメラは富士フィルムの XS20、 被写体認識機能で飛行機があるので今設定をしています。設定が終わったので、じゃあ試し撮りをしていきましょう。今日は結構風が強いので、こうレンズがブレないように気をつけながら撮ってみたいと思います。人がたくさんいるなと思ったら、ちょうど時計屋が飛び立つところでした。時計屋とは、2024年の1月31日に運行が開始した新潟から札幌、新潟から仙台間の運行を行っている飛行機です。皆さんも飲めづらしさから、この時間帯にちょっと展望室に出てみようと思ったのかなと想像していました。やっぱりギャラリーが多い方がなんとなく活気があって楽しいですね。次飛び立つのはアナのプロペラ機ですね。いや、風がとっても強いので、こうブレないように頑張るんですけれども、どうしてもこう小さなブレがちょっと発生しちゃってるんですよね。これはなかなか難しいところで、本当はビデオ雲台を使えばいいんですけれども、あれがなかなか重くて大きくてですね、こう移動が大変なんですね。昨年の5月にビデオ雲台と大きな三脚を持って伊丹空港歩き回ったんですけど、いや、重くてかなり大変だったんですね。あの時は望遠レンズも、まあ、ソニーにつけるための大きなタムロンのレンズだったんで、そのせいもあるんですけども、まあ、体力が尽き果ててしまったんです。それでですね、今年はこの APS-C サイズの富士フィルムのカメラと、まあ、小さな超望遠レンズですね、これとジンバルを持って挑戦してみようかなと思い、今こう練習しているところなんですね。次は JAL の機体が降りてきましたね。この撮影は結構安定したのかなと思うんですけど、この辺に来るとまあまあこうブレが少なく撮れてますよね。あとは暗いところでこのカメラがどんだけ撮れるかっていうのが気になるところですよね。まあ、前回の伊丹は、まあ、高感度番長の α7S3 で行ったので、まあなんとかいけるかなって感じだったんですが、そこはちょっとネックですね。こちらは今日の装備たちです。リュックはいつも使ってる下田デザインのアクション X30L と、スマホと、あと三脚はですね、こう自撮りに使っているオズモポケットですか、これを据え付けるための小型三脚ですね。あとはジンバルとカメラとなってます。このジンバルなんですけれども、このスイッチカチャっていうところですね、結構硬い時があるんですよ。持ってる方は分かると思うんですけども、こっちもですね、今すんなりカチッといけてるんですけど、なんか時と場合によってガチッとこう硬くなっちゃって難しい時あるんですよね。この下田デザインのカバンですね、なんか仕切りがあって結構小分けにできて便利です。こうやって ND フィルターとかポーチに入れたレンズをですね、まあ、それぞれこう仕切りのところに入れてやると隙間なく入れられて、とても重宝しています。この中の仕切りはコアユニットと呼ばれていて、一応別売りになってるので、まあ、この分も金額かかりますんで、そこはご注意ください。そしてバッグの材質はとても強くて汚れに強いものとなっています。もともとアウトドアを想定して作られているものなので、まあ、強度は折り紙付きですね。でこういうふうに上の方を開けてですね、くるくるっとすると大きな荷室が出てきますので、もしね、上着とか、まあ、現地でいらなくなったらここに入れてしまったりとか、そんな使い方ができるようになっています。またこの前面の部分も開きます。でちょっとした小物を入れられるようになってますね。そして側面です。側面にはメッシュのポケットが備えられていまして、
これを広げると三脚とかを収納することができます。私の服をこれを入れてですね、キュッと止めて、で上のバックルをカチッと止めると、これもしっかりと固定されるので、まあ落下することはないですし、ぐらつくこともないので、これは強度的にとてもいいですね。地元の新潟空港なんですけれども、まあ、大きな展望ロビーがこうやってあるんですが、人がごった返しているということはまずないですね。羽田空港とかと違ってですね、まあいつでも快適に撮影することができます。こんな風に自販機が置いてあったりしますね。もう帰ろうかなと思ったとこだったんですけど、ちょうどアイベックスの機体が目に入ったので、そうだ、手持ちでもちょっと撮影してみようかなと思って、もう少しだけ粘ってみることにしました。何も機材を使わないで手で撮るってなると、こう多分ロール軸のぐらつきが結構出てくると思うんですよ、どうしても。あと上下ですね、今なんとか見れてるような感じなんですけど、実はこれ450までいってなくて、ビビったんでしょうね、多分300とかそのぐらいでとどめてしまってたんだと思います。おそらく450で望遠鏡まで使ってるともっとブレてたんだと思います。順番が逆になったんですけれども、新潟空港の展望ロビーまでの行き方をちょっと見ていきたいと思います。構内に入りまして、こんな風な佐渡の関係でしょうかね、こんな風なのがあります。はい、広々としたエントランスですね。これは1階です。で2階にエスカレーターで上がっていきます。綺麗ですね、この空港はなかなか。そうすると目の前にはもう国内線の出発のところですね、荷物検査とかがあります。その脇行きますと、今度またエスカレーターで3階に上がっていきます。3階に着きましたら左手の方に進んで、こちらですね、このエスカレーターで4階の方に上がっていきます。そうするともう屋上デッキに着きます。100円を投入しまして、ガラガラっと入っていきます。はい、到着しました。展望ロビーを左手の方を見ますと、広いスペースがほぼ貸し切り状態ですね。素晴らしいです。